こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。ソーシャルディスタンスということで、今日はなんと高知県にやってまいりました。というのもですね、高知県にあります、サウナシュランにも選出されておりますサウナの超名所グリンピアさんにやってまいりました。来たメンバーがこの2人。どうも、イザルマン西田です。マスク会食鉄道です。よろしくお願いします。マスク会食なんかあったらすぐにかかとわかる。有名なロゴありますよ、有名なロゴ。じゃあ、いたしまーす。いいね。お願いします。はい。すいません。こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。グリンピアの主の浩平さんです。うわー。じゃあ、早速、はい、館内に来て。高橋さん、そんなこと、こっち、なんかすごいっすよ。こっちは何？整い場やんね。はい。すごい。うわ、すごい。鳥鳴いてる。鳥が鳴いてる。鳥が鳴いてる。浩平さんだけで鳥が鳴いてる。すごいこれ。整えるんや。整える場所だ。いや、ほぼテコンドー協会に入ってんじゃん。テコンドー協会にかかと入れてもらって。じゃあ、はい、早速着替えましょう。はい。さあ、着替えてまいりまして、はい、ちょっと濡れてますが、シャワーさせていただきます。でちょっと場所を説明していただくと、ここが僕の以前、はい、大浴場ですね。あ、月出てますもん。そういうイメージや。はい、満月。あ、確かに。満月がいいですね。キャンプして、キャンプで、それぞれキャンプしたり。はい、ホットでね。その辺はだから好きに回れるわけ、はい、このトトの技やろうが一応屋外トトの場もここでここで、はい、うわ大文字が出てる、はい、でこっち行ったらあのキャンプっぽくあの焚き火したりできるわけ。ほんまにできるんですか。はい、できます、できます。一応薪もありますね。でこれ暖取りながらで外気をこっちで、一応こっちは話していい外気浴場で、こっちはあの木浴、木浴、木浴でしょっていう、手を分けて。なるほど、すごいなぁ。で、一人一個バスタオルをいただきまして、はい、これをお尻と足まで、そうです、縦にこう引いていただいて、はい、足を下に倒さないように。はぁ、なるほど。で、マイタウンなんで、衛生的に。なるほど、はい。じゃあちょっと早速サウナ室の方に。はい、ありがとうございます。ちょっと全然簡単に見ていただいて、はい、行きます。うわ、暗い、暗い、めっちゃ暗い、めっちゃいい匂いの、うわー、いい匂い、この暗さ最高。で、ここでこのタオルを引く、こうやって引いて、こういうことか。足にも引く。これ絶対映ってないな。電気、電気、電気。電気はどうやるんですか、これ。一回消して。はい。あ、どうですか。はい、行ってます。うわ、めちゃくちゃいい。すごいな。これ、大体、サウナ室の温度は何度ぐらいに。一応、この下段で60度ぐらいで、はあ、2段目で80度ぐらい。ほうほうほう。これ、こういうサウナ作ったんですか。イメージ、まあ、一応、大工さんと一緒に。で、ロウリュできるんですか。これセルフロウリュできるようになってます。うわぁ、すごい。12分に1回でしたっけ。
夏場は12分に1回で、冬場は6分に1回のセルフロールできるように。めちゃくちゃ空気がいい、うん、ね。湿度を逃がさずに空気を逃がしてるっていう、ちょっと特殊なあの構造で。じゃあ一発ちょっとここでロウリュ一発ぶっかましてもらっていい？あ、はい。本日あのナオビヒタのオイルで。あ、ビヒタ？はい。こうビヒタでこう白樺が入ってるんや。はい。これはビヒタってこんなええ匂いするね。いきますね。うわ、素晴らしい。サウナ種類は何でしたっけ？一応7位を。日本中にはサウナ施設の中で7位を取るって、この個人で。すごい。本当個人で。他大資本やからね。ほんまに。このジョウロもいいですね。ラドルが、はい、ありがとうございます。あー、すいません。わー、じゃあここから10分ぐらいかな。そうですね。整いへの道、はい、サウナを楽しみたいと思います。うわー、素晴らしいです。最高や。すごいよ、いい汗。あ、そしてこっちにシャワーがあるのか。ああ、ハリウッド女優のシャワーが出た。ハリウッド出た。不思議の中のハリウッド女優が。あ、そして、はい、自慢の水風呂に。うわ、うわ、これすごい。うわ、すごいわ。いただきます。これはいただきます。いくよ。水風呂なんだ。1度すごい。うわぁ、ほいで、この外気、ここで、はい、ここで外気を。よいしょ。やばい。そうだろう。うわぁ、ダイヤ。うっだい。あ、気持ちいい。あー、はか、気持ちよさそうっすね。すごいな、ここ大の字インフィニティベッド。大の字っていいっすね。大の字ええな。ほんま、大谷さんとか大内さんとかは。そっちええのよ。そっちなんすか。そっち大の字はええのよ。なんで大の字でこれ作ったんすか。一番気持ちいいかなと思って、外の時に。めちゃくちゃ気持ちいい。結局、大の字が。なんていうか、フラットになって、どこにも力入らないでしょ。あー。それが一番、整いやすいかな。ここはここはですね、整え縁側っていう。整え縁側整え縁側です。ここで見たらいい。で、寝ていただいて、で、ここで足を上げてください。ほんほんほん。ここに。どこでもいいですか。はい、楽なこと。あ、これじゃ、あ、これ歩るとないと全然ちゃう。足痛い。で、一番いいのはこの僕が好きな足上げたんです。フラットで足上げてて。もうちょっと奥、もうサウナトランスになってる。あ、これ気持ちいい。これ一番、はい。へぇー。外で笑顔です。これ気持ちいい。何乗っちゃうんすか、俺足上げてるの。こうやっぱ心臓より上になってやるといいのかな。しかもふくらはぎがちょうどなんか圧迫されて気持ちいい。これ多分2025年、はい、JAL のファーストクラスこうなんだ。スペース取るでこれ。あとこの子も最近できたバックドロップ。バックドロップ、バックドロップ、バックドロップ。これいつだって足でこうみたいに置いてもらえるか。ちょっと、あ、なるほど。これ俺違う。ハハ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 ハ
寝落ちするときのあの気持ちをするとこれも好みですげえ。これどんどん新しい整い場所がこう追加されていくんですか、エンドが。そうですね、思いつけば普通のお風呂屋さんがお風呂を増やしていくのと違って、僕は整え場を増やしていくっていうところ。へぇ、なので自分の好みに合った、まあ、寝るのがいいとか、まあ、こう座ってボーっとるのがいいとか、あとはそのコットで寝るとか、いろんなその、うん、それぞれの、はい。ほんでグッズちょっと見ていいですか。めっちゃ可愛いの。僕は実は通販でカバンは買ってるんですけどね。はい。可愛い。うわ、ほんまや。これ？これがパーカー。可愛い。これがドライメッシュの T シャツで。T シャツ。あ、可愛い。めちゃめちゃ可愛い。センスええな。ねえ。僕、俺。俺もこうやっぱ大資本と戦ってはるから俺やっぱりそっちで整えプロテインって初めて言うんです。これプロテイン、はい、プロテインです、はい、オリジナル。こう西中結構鍛えてるからちょっとかぶせていただこうかな。これですね、ね、23.9 もありますタンパク質が。はい、あとビタンサンパウダー配合なんで飲んだらシュワシュワシュワ。じゃあ西中これどうしますか。買います。ちょっと、はい、お笑いビデオ判定がシートで、ちょっとそうっすね。ちなみにお笑いビデオ判定って高橋さんどういうことですか。今急に振られてどういう気持ちで今の一言言ったのか。はい、心理を話してほしい。あ、なるほど。今流れどうなりましたっけ。プロテイン、はい、こう思ってました。止めてくださいね、ビデオ判定なんで。はい、わかりました。じゃあ西中これどうしますか。買います。あ、これめっちゃいいっすね。これやっぱ水で飲んだ方がいいっすね、はい、そうです。水で飲んで、はい、めっちゃいいっすわこれ。西高、じゃあこのストップ。あかん、振られとる。これ振られとるな。なんか言わなかった。はい、どうぞ。西高、このプレイン、プロテインどうしますか。はい、ストップ。買いますやな、これ。行こう。買います。ストップ。違った。違った。刹那の瞬間に今でやってもわずか短い間に今の脳がそう動いたよな。すいません。これが見えてるってことは整ってるってことや。いや、じゃあさらにここから楽しませさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。